ゃあ、ギフトありがとうございます。ごめんなさい。ハピニーさん、元気さん、ミミハウスさん、ユーフレカッコカリさん、ロンゲさん、カッチャンさんからいただいてます。ありがとうございます。というわけで、またお風呂が出来上がるまでちょっと配信をしようかなと思っているんですけども、明日はいよいよ三重県でのイベントに参戦です。お風呂でのイベントなんですけど、あのコラボで、まあ、同じ事務所のデカミちゃんも一緒に出たりするので、まあ、コラボとかもうコラボ曲とかもあるので、まあ、この後覚えないといけないんですけども、ぜひ来られる方楽しみにしててください。楽しみだな。なんか新幹線乗ってどっかに行くっていうのが久しぶりなんで。女純烈ですねって来てます。あ、そうだ、女版の純烈さんですね。あ、でも四日市、三重県の四日市っていうところに行くんですけど、四日市は日本酒が美味しいんだって。あ、なんか気になるお土産、何が美味しいんだろう他に。ミステリー列車ってのも面白いよ。だって何それ、四日市、結構明日の何があってもいいようにパンツと歯磨きだけ持ってこ。わあ、なんか急にここ泊まりたいとか、わあ京都ちょっと行こうかなってなった時に、気分的にね。三重県というと赤福しか思いつかない。そのまま温泉使ったりしますか？そう、温泉のイベントなんで、でも三重県から多分名古屋とか出るんだよ。名古屋から三重県のどっかって入るんでしょ多分。わかんない、ちょっとまだ。なんかね、最終の新幹線とかに乗って帰ってこれれば、まあ、最悪乗り過ごしてもね、泊まればいいし。え、楽しみだね、そんなこと考えてたら。三重県の四日市、あ、海鮮は大ハマグリが美味しいよ。だって遅くまでいるのか。お、どうだろう。三重県観光四日市博物館、ソランポ四日市プラネタリウムっていうのもありますね。海テラス、あ、もみじ谷っていうのもあるよ。こう海沿いなのかも。だから海鮮が美味しいって来てるの。四日市インスタ映えっていうのもあります。遊ぶ気満々ですね。一応ね、ごめんなさい、何回も止まっちゃってごめんなさい。
いや、いろいろある。でも楽しみだな。もみじはまだ早いべになってきてる。そっか、もみじまだ早いか。楽しみです。明日来られる方も気をつけてきてください。お肉はもつ系が美味しいようだって。あ、そうなの。もつ大好きです。もつ系が美味しいらしいです。詳しい人いるね。何なんだろう。三重に住んでたのかな。美味しいもの食べれるといいな。嬉しい。三重県松阪牛が美味しいだろう。三重といえばか。神戸牛じゃなくて。三重出身の方はそのまま帰省かしら。あの三重出身のデカミさんですね。もみじ、新潟のあたりがやっと色づいた感じ。あ、でもこの間山梨の方行ったら山梨の方も結構色づいてましたよ。なんか色気づいてきた、すごく。まあ秋だからね。さっきあの帰り道に、まあハロウィンが近いからっていうのもあったと思うんですけど、あの車の中からセーラームーンが降りてきたの。海外のね方ですごい等身大みたいなセーラームーンが、スラッとしたセーラームーンとちょっとぷっちゃりとしたセーラームーンが降りてきて、止まっちゃう、ごめんなさい。東京はやっぱりハロウィンは続きますね。都内はハロウィン始まってるのね。始まってるよ。今日も週末だからかわかんないけど、子供たちとかさ、なんかもうハロウィンの格好してる人すごい多かったです。で、公園で遊んでたりとか、なんかお菓子持ったりとかしてっていう光景を今日いっぱい見てました。ニュースで渋谷の中継してただって。あ、そうなんだ。あ、渋谷なんて行ったらすごそうだね。みんなの住んでる場所はハロウィンはそんなにお盛んじゃないですか。田舎の人間には分かんないなだって。でもそっか、でも私茨城にいる時も仮装してる人なんていなかったもんな、地元の時は。そういうもの？東京ぐらいか。でも大阪とかもすごいんじゃない？あの道頓堀あたり。さっき乗った地下鉄すごい混み方だった。だってほら大変だ。ハロウィンという単語が出てこない秘境です。すごい。東京ぐらいか。でもすごいリアルセーラームーンだったな、さっきの人たちは。お菓子あげ合う日だと思ってます。トリックオアアトリートでしたっけ。結構渋谷とかで痴漢とかもあれになっちゃうからね。短いなんかスカートとか履いてると、仮装で混み合ってるとこ行くと。ごめんなさい、すごい今日は止まっちゃいます。ハロウィンはもともと収穫祭が起源なのに。やはり女子はゾンビナースが多いのかな。あー、なんか多いイメージだけど、
なんかその日に、その日にっていうかその年に流行ったものをやる人が多いよね。今年で言うと何だろう、何が流行った？去年とか一昨年ぐらいはあれじゃない、禰豆子、鬼滅の刃とかが流行ってたんじゃないかな、わかんないけど。そんな地味ハロウィン、地味ハロウィンもあるんだろうな。ありますね、今ツイッターでトレンドになってますよね、地味なハロウィン。あーアーニャかな今年って。知ってますか？私は見たことないんですけど、スパイファミリーっていうアニメですよね。でピンクの髪したアーニャっていう、なんかアーニャニンニクが食べ、ニンニクじゃない、アーニャなんとかが食べたいのっていうのが、なんかそれだけ知ってます。アーニャ、アーニャっていうキャラクターがいるのっていうのは、アーニャいいなだって、見てるよって人いるね。面白いのかな。キッカさんだとどんな仮装しますか？露出少ないのがいいな。でもね、でもあの恐竜のやつかぶってみたいな、よくなんかツイッターでね、恐竜のかぶり物みたいなやつがあるんですけど、なんか表現できない。なんかね、全然プライベートでそんな頑張って仮装しようとか仮装パーティーしようみたいなのもないからさ、機械的に。私はでも今日はあのハロウィン、今日のハロウィンのチェキ会は本当はウェイトレスさんを着ようと思ったんです。なんか事務所に結構いっぱいいろんなコスプレのやつが、まあ、ハロウィンの時期、まあ、みんないろんなメンバーが着てるからさ、それを使い回ししてんですけど、あの今日いっぱいあったんですけど、でウェイトレスさんの衣装に決めてたんですけど、なんかちょっと違うなと思っていろいろ探ってたら、いろんな後輩のグループの衣装が出てきてたので、まあ、その中で入りそうなのをちょっと着てみました。もうあっという間ですね、本当ハロウィン終わったらクリスマスで正月だ、早い、あっという間、すっごいあっという間です。あっという間ですね、ほんとクリスマスもそうだし、まあクリスマスは私あれかな、稽古かな、多分今年の末に、年末ギリギリまで舞台の、舞台があるのね、27、28、29、30、4日か27から30、舞台が入ってるので、多分クリスマス、クリスマスギリギリまで稽古するんで、私はもうクリスマスも飛ばしてお正月かな。今年は初日の出見たいけど、これからどんどん寒くなってるのが恐怖、寒くなっていくのが恐怖です。ジョブジョンさん、あ、ほんと寒い、なんか寒いし、私だけ唇が乾燥しません？今もさっき始まる前リップ塗りましたけど、唇がすごいなんかたらこみたいに膨れ上がるのはなんでなんだろう。寒いからかな。カッサカサなんです、鼻の穴の中がカスカスになってますカサカサで朝起きたら、カサカサではないんだけど、あの粉は吹いてないですよ、あの粉吹いてる人いるじゃないですか、カサカサ、あの冷たすぎて、寒すぎてカサカサで、粉とかは吹いてないですけど、あのなんか張ってる感じがする。
あ、手が乾燥しまくってます。だって寒くてだ。冬場は乾燥するからなって。そうだよね。再来週、再来週の火曜日は皆既月食っていうのかな。これ皆既月食でお月様が赤く見えるようです。だって、なんか秋って感じだね。さあ、めぐさん、お仕事終わって帰って お仕事終わってきました。ありがとうございます、遅くまで。あ、かわいいプリクラのやつで。何このポーズのチェキ。今トップが見てるんですけど、めぐさんのこういうポーズのチェキしてるよ。え、不思議。これ多分これハートなんだけど、ここでキョンシーみたいにして、ここでハート作ってるプリクラの画像だった今。え、これ知ってます？これハートでしょ。これ変なポーズじゃないよね、まさか。あ、やだ、怖い、やめとこう。こうやってやっとこう一応。かゆ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 。キッカがさっきから背中かいてるのも乾燥のせいだよって。多分これ私乾燥のせいじゃないんだけど、あの今地肌にこのニットを着てるのだから痒いだけです。痒い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 。さっきから痒くて、体がそれ直接肌にニット着てるから、裸でチクチク。え、ハートいろいろだね。こんなのあるんですって。今すごい。さあ、ギフト NKYM さん、オチャブさん、ターボーさん、コッシーさん、伊達結び丸さん、花地さん、ヤンヤンさん、かっちゃんさん、ロンゲさん、ユーフレカコカリさん、ミンミンハンさんいただいてます。ギフトありがとうございます。うん、かゆい。さあ、というわけで、そろそろお風呂に入って、明日も意外とすごい早いわけじゃないんですけど、まあ、なんだかんだやってたらもっと早くなりそう。メイクとかもしたら。ちょっとまた明日隙間時間見て配信できたら配信しますので、明日は三重県の四日市にお風呂のイベントで出演してきますので、楽しみにしててください。来られる方気をつけてください。気をつけて来てくださいだ。さあ、行ってきます。明日楽しみな三重県に行ってきますので、お楽しみに。それでは、あ、今から夜行バスで四日市行くよ、楽しみで。ほのさん、ありがとうございます。また三重でだって、お待ちしてます。さあ、というわけで皆さんありがとうございました。ギフト追加でドラアットヘビドシさんからいただいてます。ありがとうございます。それでは、よく寝たいと思います。まあ、お風呂入ってこられたよね。わかってるよ。かゆいかゆい。さあ、みんなありがとう。またね。おやすみなさい。切ります。ちょっと遅刻したらごめんなさい。おやすみ。